ぶゆと申します。で今回から実況をしていくのはポケモン超不思議のダンジョンという 3DS のゲームになります。もうね、ずっと発売を待っていました。私ね、このねポケモンも大好きなんですけども、この不思議のダンジョンのシリーズもすごく好きで、前作が空の探検隊ですっけ。もうその間になんかまた別の作品があったら申し訳ないんですけども、空の探検隊が結構間が空いての新しいリリースですよね。なので今からめちゃめちゃ楽しみです。本当にね大好きなゲームのシリーズなんです。はい、私なりに頑張って実況していこうと思いますので、まあ、頑張って楽しくですね、どうか最後までよろしくお願いいたします。あーもうね、空の探検隊も時の探検隊もすっごい良かったですね。もうね泣きました。なんかね結構コメディタッチなゲームだなっていうのをすごく感じるんですけれども、でもねストーリーがすごく感動したりとかね、またポケモンと違った新しさもあってすごくおすすめのゲームですので、どうか最後まで、はい、私の下手くそなプレイになりますが見守ってくださいばと思います。それでは早速行こうか。はい、スタート。やっと会えた。君を迎えに来たんだよ。お願い、力を貸して。下画面、これで確かねパートナーと主人公になるポケモンはなんか心理テストみたいな感じでね、前は選んでたような気がするけど、おどんどん溜まって力が集まってくるよ。行くよポケモンの世界へ。今回もそうなのかな、なんかパートナーも主人公も確か心理テストみたいなもので選ばれたような気がするんですが、ここは2つの世界をつなぐ光の道。素直な気持ち、質問に答え、あーやっぱ来たよねー、これだよねー。はい、あなたの中に眠っているポケモンを起こしてみましょう。あれパートナーは選べたんだっけ、主人公だけだっけ、心理テスト。なんか曖昧になってるな。新しい子が転校してきた、君ならどうする。学校案内してあげるよと声をかける。どんな子かなと遠くで見守る。私スーパー人見知りなのでこっちでございます。友達同士が喧嘩を始めたらやめてほしいがどうしよう。内容をじっくり聞いて考える。すぐに喧嘩を止めに入る。それ友達との仲の良さにもよるんじゃないって思うのよ。まあ仲のいい友達だったらこっち喧嘩止める、ちょっとやめなよっていう。学校で面白い本が流行っている。分厚くて時間がかかりそう。面白いのは何でも読むよ。そんな分厚い本読めないよ。面白い本か。流行り物にあんまり乗らないんですよね。乗れないんだよね。なんか今ね何が流行ってるのかもよくわかんないから、こっちひねくれてる、ひねくれてると思う。そびえ立つ高い山、2時間歩いても頂上までまだまだだ。気合を入れて頂上まで頑張るぞ。帰りも歩くんでしょ、もう無理、帰る。いやまあね、登るって決めた以上はこっちですね。はい、夕食の時間だ。お腹が空きすぎて美味しい匂いがたまらない。当然いただきますな挨拶を待つ。こっそりつまみ食いをする。暮らししてるとさ、自分のタイミングでご飯食べれるからさ、こそりつまみ食いも何もないんだよね。だからいただきます言って食べちゃうから、こっち魔法使いが現れた。何かに変身させてくれるって。君なら何になりたい。みんな大好き小さい動物、インパクト重視爬虫類、自由が一番、私は鳥、自然に生きる野生の動物。縛られんの嫌いやねん、これやねん。やった、久しぶりのお休みだ。今の気分、音楽に例えると結構聞いてくるね、結構聞かれるね。クールに決めたいテクノな気分、自分は多分ラップな気分、友達誘ってコーラス気分、サンバのリズムでノリノリ気分。ラップは絶対ないな、人生であんまり聞いたことがないラップの曲。あーでもテクノ、パフュームとか可愛いよね。友達誘ってコーラス気分、表参道高校だな。サンバのリズム、踊りたい気分でもないな。これかな。
あ、終わった。君のパートナーはどっち、まだか。君のパートナーはどっちの褒め言葉が似合うと思う？え、パートナーのビジュアルにかかってきそうな気がするの、これ。かっこいいかかわいいか。私ね、今まであのポケモンダンジョンやってて、パートナーになったポケモンね、思い出せるのがポッチャマなんだよね。なんか結構可愛い系の動物がなった気がする。ポッチャマ、あと人影もなったことあるな。あとなんだっけな、もう忘れちゃったな。今まで可愛い系だったから、今回かっこいいにしてみようかな。どうだろう。みんなと足並み揃えて頑張る君、友達を大切にするからみんなの人気者、欲がなく穏やかな君だけど、実は努力家でみんなの評価も高いんだ。そんな人気者の君はって、ね、なんかめっちゃ高評価なんですけど、あの実際結構真逆だったりするんですけど、どうなの。はい、なんでしょう。え、なになになに、あ、あちゃもだあちゃもだ、わあ、あちゃもキャモっていうのね。このポケモンでよろしいですか。これ、いい押したら何なの。押してみよう。君の姿は、あ、そこで決められんのか。はあ、まあいいや、一番最初に選ばれたのがこの子だから、あちゃもでいきましょう、今回は。はい、じゃあもう、まあここは自分の名前つけますね。ムーンと申します、よろしくお願いいたします。はい、あちゃもはね、アニメで惚れたね。はい、ちゃもちゃもっていうの似てない、ちゃも。そして君の大切なパートナーは、あ、チコリータ。え、かっこいい、チコリータだ。チコリータも可愛い印象だけど、チコチコチコっていうの。どうしようかな、ここで選べんのか。あー、選べるんだ。まあどうしよう、まあ、ここもやっぱり最初に決まったキャラでいこうかな。じゃあこれでいこう。はい、どちらの褒め言葉が似合うと思いますか。いや、実際こっちだけど、こっちでいこうかな。かっこいいチコリータでよし。はいはい、いいです。いや、お名前、私ね、今回ね、お名前はね、あの、私ムーンって、あの、結構月とかね、そんな天体な感じなので、ちょっと天体系のお名前縛りでいこうかなと思います。はい、まあ主人公は月だから、パートナーは太陽かな。太陽くん、よろしく。はい、これでいこう。はい、チコチコチコ、この2匹よろしいですか。はい、いいです。それでは向かいましょう、ポケモンたちが待つその世界へ、遥かなる冒険の始まりです。ちゃもちゃも。お、セーブが早いね。いいね。世界のすべての命は、みんな同じ元から生まれたという。すごい、絵が綺麗。太陽も星も、そしてポケモン、あ、空気も水も、そしてポケモンたちも。全ては一つにつながるという。あー、綺麗。ポケモンはね、また BGM もすごく好きなんですよ。なのでそこも楽しみながらやっていこうかなと思います。あ、なんだ、おー、テオキシス、これは、あ、ルクーザだ。あれは伝説の、聞いたことはある、あれはルクーザなのか。初めてまみえたが、噂にたがわぬ威圧感だった。
ただベックーザはオゾン層を生息域にしていたはず。なぜ成層圏の外へ向かったのだ。やはり何かが起きているのか、この星で。はい、じゃあチャプター1、この星に生きるもの、この世界にやってきたものということでやっていきますよ。あ、やっぱ最初は倒れてるパティーン。ここは今誰かに呼びかけられた気が。ううわからない、なんだろう、思い出せない。あ、綺麗ですね。はい、ここはどこだろう。頭が痛い。あれ、なんか思い出せない。自分の名前は、うん、わかる。でも他の記憶がない。どうしてだろう。喉が渇く。どこかに水は、あ、あっちに。ゴク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 。生き返った。なんて美味しいんだろう、この美味しい水飲んだことないよ。ふう、ちょっと落ち着いたかな。あれ、水面に何かが。ああ、ジャムー。え、何これ、これってまさか、もしかして。ああ、かわいい。もう何なのこのショット、ポケモンになってる。あ、あれ、オーベムだっけ。チカチカチカ、なんなの。うん、なんでいきなり。あー、早速。はあ、はあ、はあ、何か助けて。あ、あそこに。うん、どうした、何そんなに慌ててるんだ。ポケモンが喋った。ああ、なんか驚かせてしまったか、すまんね。ほら、この花大丈夫だから、ちょっと落ち着いて。そっか、自分もアチャムになったからポケモンの言葉がわかるんだ。なんだ、チカチカチカ。あ、なんだと、なんだと。あー、で逃げちゃうパティーンだろ、ここ。ああ、ここから先は不思議のダンジョンでねえか。え、ままままま。あー、とにかくこの先は行くしかねえ。はい、序盤峠、早速ダンジョンですね。ああ、楽しみだな。この不思議のダンジョンって場所は本当不思議なところでよ。来るたびに地形が落ちてる道具が変わるんだぞ。あと、ここにいるポケモンたちもみんな気が立っているせいか襲ってくる。だから一旦入ると抜け出すのはなかなか難しいんだ。先に進むためには階段だ。敵ポケモンに注意して階段を探す必要がある。まずはオラが先に行くからしっかりとついてくるんだぞ。はーい。そう、こうやってね、下画面見るとどんどんマップが広がっていくんですよね、歩くと。え、いいだ、敵ポケモン。見たところ今は眠っているみたいだが、起きると襲ってくるから厄介だぞ。敵ポケモンは技を使って倒す。まずオラがやってみた、よーく見ておくんだぞ。はいはい、パラス倒れた。まだ出た、敵ポケモン。ほな、オラ見てか、自分で戦ってみるだぞ。敵ポケモンの隣まで一歩近づいてから L を押しながら出した技を選んでみるだぞ。はーい。あー、なんか変わってる技の出し方。はははは、すごいね、最初から4つ覚えてんだ。へえ。じゃあ電光石火しましょうか。あ、なんだと、なんだと。そうやって技を使って戦うんだぞ。ちなみに技を使いすぎて PP がなくなっちまったら A で攻撃するしかなくなる。でも A 攻撃はとても弱いから技の使いすぎには注意するだぞ。はーい。あ、ごめんごめん。A を、じゃあ火の粉、うーし、どう倒れた。
これオレンの実かな。お、道具が落ちているだど。不思議のダンジョンに落ちてるものは上に乗っかれば拾える。俺そこの道具に乗っかってみろ。これオレンの実は大事ですね。はい、 HP が大きく回復。よしよしよしよ、グデギダダド。それじゃあ次にグダド。こいつかわいいよな、この花。はい、やった、階段がダダド。不思議のダンジョンは階段からどんどん先に進んでいくんだど。はい、まあこのフロアはこれぐらいですかね。はいはい、 B2 階。まだ追ってきてるのか。後ろが気になるな。ここからおめえが先頭行ってくれ。オラは後ろを注意しながら行くから、頼んだだど。はいよ。操作方法はそのためにで確認できます。おお、技を出すのはあれ L を押しながら A。 なんか前も操作こうだったっけ、なんか変わったような気がする。走るのは B を押しながら、その場で向きを変えるのは Y プラス十字か、もしくはグリグリか。その場でね、向きを変えるか変えないかもね、結構大切だったりすると思うの。あ、斜め歩きもできるのか。へえ、やばいな、これちょっとしばらく操作説明見ないとな。あー、よいしょ。あ、そういうことか。その場で向き変えるのはこういうことですね。お、L を押してキノコ、イエーイ、玉あげたっけ。これ確かトラップのような気がするので、あ、そこにね、敵ポケモンもね、アイテム拾うことがあるんですよね。で倒すと、はい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 、えい、よし、オレンの実ゲット。あー、面白いな、やっぱ。あ、いるね。どうしようかな、健康石火。おっ、おー、この花ちゃん強いじゃない。ね、モンスターハウスとかに当たると厄介なんですよ。なんかポケモンがね、たくさんこのフロアにいることもあるんですけど、モンスターハウスもあれに当たると厄介ですね。あ、何、種棒、斜め向きたい。あ、よし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 。で、キノコ、斜めに移動するときはどうすればいいんだ。ステータス、見渡す、斜めだけ歩き、 R を押して十字架。はい、お、これは不思議な床で鳴き声や尻尾を振るなどで下がった強さを元に戻すぞ。上がった強さも元に戻してしまうので注意。あ、そう、これトラップじゃなかったんだね。なんかね、斜めに歩けない、あれ歩ける、あ、でもこういう角っこは無理なのか。はあ、はあははあ、すいません、ちょっとね、時間を使っちゃいました。で階段だね。はい、いや、行こう。ポケモンはどんどん湧いてきそうな気がする。よし、じゃあ記録しましょう。あー、抜けたかな。うん、苦しい、ちょっと休むだど。しかし、あの時いきなり襲ってきたやつ、あれはオービムってポケモンだったかと思うんだが、おめえなんでまた追われてんだ。もしかしてやつらに悪さしたのか。子供のいたずらもほどほどにするだど。俺まで追われてしまったし、子供、この世界には自分は子供のポケモンに見えるのかな。いや、それよりも今はともかく、なんで襲われたかわからないだど。
そもそも記憶がないだと。覚えてるのはムーンという自分の名前と、本当はポケモンじゃなく人間だったということだけで、あとはすっかり忘れてしまったと。に人間チカチカチカ、今の点滅は、おモンベムたちの光だど。逃げるだど、よし逃げるだど、逃げるだど、だだんだんだだん、早く逃げなきゃならないが、この不思議のダンジョンで焦るのは逆にまずいだど。ええか、まず不思議のダンジョンの中では自分が動けば敵ポケモンも動く、自分が攻撃すれば敵ポケモンも攻撃とかなんかしてくる、逆に言えば自分が動かなければ敵ポケモンも動かないんだ。だから焦らずじっくり周りを見て行動することが大切なんだど。そのことよく覚えとくだど。はい、おお、インター敵ポケモン。だがここは焦らず、敵ポケモンが一歩離れているときは素振りして寄ってくるのを待つんだ。敵ポケモンが近づいてきたところを狙えば先に攻撃できるんだど。ええかよく見てろ。ほれ、こうして素振りをすると敵ポケモンが寄ってくる。敵ポケモンから隣に来てくれれば先に攻撃ができるんだ。おお、A で素振りすればいいんだよね。ふっ、敵ポケモンを見ても驚かなくなったかな。だいぶ慣れてきただど。試しにこの自分で倒してみろ。 A で素振りすれば敵ポケモンが近寄ってくるだど。はい、そうだ、そうやって敵ポケモンを引きつけるだど。よし、ヒノコ。おお、なんかどんどん HP 減ってますけど大丈夫ですかね。バッフロン、お、この先はちょっと見通しがいいな。こういうまっすぐな道はダッシュで進むと楽だど。 B を押したまま下を押せばダッシュできるんだど。下じゃないか、十字キーね。はーい、はい、はい、ほい、あ、押し出す、はいはい、押し出す、押し出す、いろいろハウツーを教えてくれてますね。道が上、はい、上に行くの。ここはおとなしく従いましょうって言っ、あ、ないあ、違う違う、押しちゃった押しちゃった。へえ、あ、ほんとだ、はあ、はあははあ、今度下か。どうしようかな、ちょっとね長くなっちゃったのでちょっと中途半端なんですけど、ここで終わろうと思います。それではね、また次回もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、プリーズサブスクライブの枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。